卒業おめでとうございます。いや、新生活待っていますね。楽しみですね。皆さん、新しい環境頑張ってください。できればギター買ってください。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。本日のギターはエピフォンのレスポールですね。で、レスポールクラシックっていうタイプなんですよ。もちろんね、本家のギブソンにもクラシックタイプありますけども、クラシックね。で、こちらも最近出たんですね。これ今日のは2019年製なんですけども、レスポールクラシック。で、特徴がありましてね、このボリュームを引っ張るとタップ、ね、機能もあります。そしてフロント側のトーンノブ、これを引っ張るとなんと、それぞれのタップした時にセンターにするとフェーズアウトサウンドが出せるというね、なかなか変わった機能がついております。さあ、そしてさっき言ったように2019年製なんですけども、めちゃくちゃ状態がいいです。本当に傷もないし、めちゃくちゃ綺麗です。まあ、ケースは純正のソフトケースなんですけども、細かいところはこちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきます。エピフォンのレスポールクラシック見てください。ちょっと2019年製なんですけど、全く傷ないわ。全く問題ない。ほら、めちゃくちゃ綺麗。もちろん金属パーツもピッカピカ、くすみなどございません。もうネジ頭も見てください。完璧ですね。ほら、ここも見て、はい、フレットもね、どうだろうな、もう9割ですね。もうちょっと、もうほとんど減ってないですけど、一応9割と言っておきましょう。一応中古ですからね。はい、指板もめちゃくちゃ綺麗。もう多分何の問題もないと思うんだけどな。はい、いかがでしょうか。あ、ここの1フレットだけなんだろう、白っぽくなってる、これ。汚れではないんですけどね、この木の模様なのかな。ここだけちょっと、まあ、気になるっちゃ気になりますかね。ここ1フレだけですね。ほら、はい。さあ、そしてクラシックと入ってますね。はい、ペグも完璧に綺麗です。くすみ一切ないです。はい、後ろにしてみます。はい、グローバーのペグですね。はい、綺麗。はい、ステッカーもそのままです。ネック何にも傷ないです。綺麗。はい、後ろも見て、ほら、めっちゃくちゃ綺麗だからね。何の問題もないもんね。これ買って使ってたのかな。サイドコレクションだったんでしょうかね。見てください、こちらも全然綺麗。そしてこれ最初からなんでしょうかね。今ジャックプレート金属製です。これで安心なんですよね。さあ、じゃあスタンドに置いてみましょう。はい、どうですか、レスポール、かっこいいです。はい、エピフォンの純正のソフトケースです。まあ、これは正直そんな熱いもんじゃないですけどね。はい、エピフォンのレスポールクラシックです。よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。本当状態いいですよね。すっごい綺麗です。さあ、重さはね、3.89、ね、4キロ切ってますから、まあ、レスポールタイプにしては軽いと思います。さあ、じゃあ問題のサウンド行ってみましょうよ。まず普通にね、タップとかまずしないで、普通にフロントのまずサウンド、クリーンで、ね、普通にレスポール、太い音する、トーン絞れば、ね、こうジャズっぽい、ね、こんな感じね。じゃあリア、軽やか。で、ミックスします。で、それぞれ今度はタップ、ボリュームのノブを引っ張ります。フロント、あ、全然違うでしょ。ほら、まあストラトキャスターのシングルとは違いますけど、だいぶそれっぽく。じゃあリアもタップします。お、ね、全然違う。で、これをセンターにするとハーフトーンっぽくなります。ほら、ね、この音で、このそれぞれタップして
センターにするとこのハーフトーンっぽくなるところにこのトーン、フロントのトーンノブを引っ張るとフェイズアウトサウンド、ほらちょっと蚊の鳴いたような、ほらそこでしょ、このフェーズアウトサウンド。聞くことができます。さあ、じゃあ次はソルナードで歪ませてみましょう。それではフロントからまずは、クランチ、ゲインはまだ1です。フロントね、センター、ミックス、リア。さあ、そしてそれぞれタップしてみましょうよ。フロントタップで、お、あ、なんかシャキシャキ。リアもタップします。で、センターね、ハーフトーンっぽくで、お、気持ちいい、ここいいね。全然レスポールの音じゃない、気持ちいい。で、これをイソを反転、フェーズアウトにすると、あ、また面白い。面白いね、これ、はい。じゃあ次はそうは言ってもゲインめっちゃ上げましょうよ。オーバードライブで、まあ、とりあえず3ぐらいかな。フロント、フロント、お、リア、ミックス、いや、このぐらい気持ちいいね、やっぱりね。このぐらい歪ましちゃうとタップしてもあんま変わらないかな、こっちの方がやっぱり。そしてリバーブかけるとやっぱりもっとゲイン5まで上げちゃうとね、フロントでこの。気持ちいい。今日はこれはやらずにこっちをやります。6弦を1音下げて D にします。ドロップ D にするとこれ、そういうわけでね、こちら、エピフォンのレスポールクラシック2019年製、今定価ですとこれね6万8200円かな、なんとそちらがこれだけ状態が良くて、先ほどの純正のソフトケースがつきまして、お値段がなんと多分安いと思うんだけどな、税込みで3万5800円です。現行モデルですよね、確か。もう新品で買おうと思ってた方、絶対お得ですからご連絡ください。一つよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。いや、春は移動転勤の季節でもありますね。新しいステージでも皆さんが輝けることを祈っております。